春の高校野球県大会決勝は去年夏の王者静岡と初優勝を狙う浜松開誠館の対戦となりました浜松開誠館は1回1本のヒットと押し出しフォアボールなどで最先よく4点を先制続く2回にも1点を追加し主導権を握ります4回に静岡に2点を返され3点差とされた浜松開誠館でしたが 7回にホームランでダメ押しとなる2点を加え7対4で勝利、初優勝を飾りました優勝した浜松開生館と2位の静岡は21日に愛知県で開幕する東海大会に出場しますまた、掛川東と生成の3位決定戦は掛川東がシーソーゲームを制しました